レントのデヴィ夫人が、21日に、自身のアメブロを更新、亡命した頃の娘との2ショットを公開しました。この日、カリナが、6ヶ月の時、お友達のいるサンフランシスコにより、カリナのゴッドマザー、シンディ・アダムスのいるニューヨークに滞在し、それからパリへと亡命した頃の写真です。と述べ、1967年9月、20代の私と説明しながら、娘のカリナさんとの2ショットを複数枚公開しました。続けて、幼年期のカリナさんについて、髪の毛が薄かったため、男の子とよく間違えられました。と明かしつつ、時は流れ、カリナ派結婚して母となり、ロンドンで幸せに暮らしています。と嬉しそうに説明し、ブログを締めくくりました。この投稿に、読者からは、美しすぎて眼福です。お若い頃からオーラがありますね。本当にお綺麗などのコメントが寄せられています。